さんこんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は二度寝して超元気でございますさてさてヤフーニュースのニューとマークされているいわゆる最新ニュースをお届けしますまず国内ニュースですが西日本局地的に激しい雨注意ということでね また広島や岡山に、すごい真っ赤なマークがついてますね。怖いですね。土砂崩れなど、ね、お気をつけください。はい。次、えー、マイナ誤登録、手続きの簡略化が一因ということで、手続きが複雑だ ととといいうう声に答えてしまっったたのが問題だったということですね、はい、ちゃんと作った人の気持ちを考えましょう作った人もあのわざわざ複雑化したわけじゃなくて理由があって複雑化してるはずなんでね、はい、次、えー、九州南部早ければ30日今日梅雨入りかということだそうですはい次、えー、国際ニューストルコ 反政権化市民に失望広がる。まあ4ポイント差ですからね、接戦ですからね、結構、はい。反対派も非常に多いと思いますよ。それは失望は広がりますでしょうね。ただ、なんかテロとかなければね、いいんですけどね。はい、はい。選挙は選挙ですからね、結果を受け止めないといけないと思いますけどね。はい、次、北朝鮮。 警察衛星6月に打ち上げということだそうですはい自衛隊に任せましょう、はい、次ベラルーシ大統領に再び重病説再びっていうかもうずっと続いてるでしょ <laughs> はい次、えー、経済ニュースです新型株式報酬の課税強化不満の声とありますが これ、所得扱いでいいと思うんですけどね、私は。はい。何が悪いんですかって感じですけど。はい。ねえ、抜け道を作ろうとするから、こんなこと、そんな不満の声になっちゃうわけでしょ抜け道だ、やったーと思ってたからでしょはい。抜け道じゃないんだよってことですね。はい。次、ポイ活で年1300万円稼ぐ。<laughs> 極意は いや、知らなくていいです。次、トイレの紙試せる独特陳列の背景、独特の陳列、なんでしょうね。あっ、いろんなティッシュペーパーをザーっと並べてみましたと、あの、いろんなティッシュペーパー売ってるじゃないですか、スーパーで。 あれ全部をこうやってできるように並べてるみたいです。陳列。面白いな面白いことするな子供が遊んじゃうよ。<laughs> はい、次、IT ニュースです。NHK ネット配信で規則違反の予算が見つかったということで、それは直しましょう。直しましょうね。間違いはあります。間違いあります。恋じゃなければ、まあいいんじゃないですか。はい、直せばいいんですからね。直しましょう。はい、都市伝説を 信つまり完全に信じてしまう子どもがいるという教育の現場 <laughs> 嘘か本当かを見破る能力はこれからもっと必要になってきますからねはい子どものうちから教育しておきましょうはい世の中には嘘があるんだということをしっかりと教えないとねはい次「理想なグループアプリが復旧」はいおめでとうございますはい次「科学」 時代の墓佐賀で発見だそうですもうどっちの説も私は信じてる方なんでどっちにも王国があったとどっちかが邪馬台国でどっちかは別の名前の国だとどっちにしたって大国が2つあったとそれでいいじゃないかというのが私の説なんで、はい、意見なんで、はい、どっちでもいいです、はい、次えー 50%以上の人が HIV ウイルスに感染した後エイズが発症後にやっと判明しているということでね、皆さん、HIV テストを受けてますか私、若かりし頃は毎年受けてましたよ。はい、はい、大丈夫ですよ、私は。私は大丈夫ですよ。はい。<laughs> 皆さん、テストを受けてください。はい次 記録的豪雨で砂金ラッシュ米カリフォルニア <laughs> ゴールドラッシュじゃないですか <laughs> ゴールドラッシュまた再燃ですかはい、G G、ジーンズが売れますかねはい、はい、次エンタメニュースは棒読みします鈴木なみ四人も奇妙な物語で主演次青空の須藤さん死去相方が追悼次 アキラ100%、会見の視界で緊張。あ、スーツ着てますね。次、えー、スポーツです。ラミネスが獲得した元ヤクルト国際部長が死去。はい。ヌートバー、クモン腰痛め、負傷交代。吉田麻也、シャルケ退団へ、現地報道。 はいニュースは以上でございますが、皆さんはどんなニュース、えー、気になりましたか私はそうですね、トルコが混乱しないかどうか、トルコリラがこれ以上下がらないかどうか、僕の持ってるトルコリラは暴落してますからね、はい、半分以下の価値になってるはずなんで、多分はい、トルコを早く経済安定させて成長してください、成長力あるんだから、はい、頑張ってください。 はい、では今回の配信は以上となりますまた別の配信でお会いいたしましょうさようなら